代表的な2種類のクレムフカクレムフカとは、ポーランドのクリームパイの一種。2枚のパイ生地の間にホイップクリーム、バタークリーム、バニラカスタードクリーム、またはメレンゲを挟み、通常では上に粉砂糖を振りかけたものを刺す。店によって上にクリームやアイシングでデコレーションする場合がある。ケーキそれ自体はミルフィーユの一種である。クレムフカという名前は、 クリームパイという意味であり、ナポレオン化という名前はミルフィーユの一種のナポレオンパイから来ている。クレムフカは店によってナポレオン化と呼ばれ、新たな店の出店で名称の勢力図が書き換わるので、さながら戦争のように風刺されたりする。時々、アルコールが入ったクレムフカが販売され、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世がそのバージョンが好きだったという噂が流れ、それにより、 人気となることがある。しかし実際には、教皇が好きだったのは、伝統的なクレムフカの方である。フリス、クリスティーナ、プロックナー、アレクサンドラ、ワイロビーゼット、チャスタ・フランクスキー5、テクノロジアがストローナミックスな Z、ト、ロジーノーウェム、パドレックスニック DLA テクニカム、CZ に、ワイドニックトワースコールにアイペデガージックスに SA。 p179、ISBN978 から8302028625ハットジャブロンスカ、アンナ、ナポレオン・アイジェノ・エポカ・ W、ウィール・コポルスフォーティンユーラ・ピージスキー・ニー・ジェイツ・クトワー、クルロゴ・ W ウィール・コポルス2006、ベイエル・コポースキア・トージー・スーツ・ジー・ニー・ロジェクス・ニアスド、2012年3月28日閲覧、ロバート・マクロックス、 ピョートルビコント、デサー・クルー・ローベイ・キャロルイニー、ワプロスト、1、2005、リリーブド15、10、2011、スモール・アーズ、ミハウ。オーディウィッチなボイナ・ナポリアンキー・ゼット・クレモカ。ガゼータ・ワイバーザ、2012年3月28日、閲覧。ポーランド、クレモカ・パプスカ、ペイプル・クリーム・ケーキ。 ヨーロピアンキュージーヌリリーブド28マーチ 2012AB マウガジョタスコーランスカプレビュサイトキャリンハーニーカリエラパイネホクレモキガゼータワイバーザ 7 0 8 2 0 1 0 d リ l i v e d 1 5 0 2 0 1 1 p o l i s h p a i l c r e a m c a k r e c i p k r e m o w k a p p i e s k a a b o u t c o m d リ l i v 2 8マーチ2 0 1 2ありがとうございます。